こんにちは。株式会社 JX 通信社のニュース速報アプリニュースダイジェストが参院の投票率を引き上げるため、キャンペーンを開催しています。本日はこのキャンペーンを紹介します。まず、最初に jx 通信社のキャンペーンサイトを見ていきます。こちらの動画をご覧ください。こちらのキャンペーンサイトになります。投票に行くと最大100万円もらえる。ニュースダイジェストアプリ投票率上げ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 。選挙でポイ活祭を開始。 投票に行くと最大100万円相当もらえる。全員外れなし。若い世代の投票率引き上げのために Z 世代の企画開発チームが立ち上げ株式会社 JX 通信社は6月23日木曜日から ニュース速報アプリニュースダイジェスト内で参院選の投票に行ってアンケートに答えると全員に必ず50円から最大100万円相当のポイントが当たるニュースダイジェスト投票率上げ上げ選挙でポイ活祭を開始します本機能は当社が提供するニュース速報アプリニュースダイジェストに搭載しておりどなたでも無料でご利用いただけますとなっています、えー、こちらはアプリのダウンロー URL が書いてありますね 全国的に若い世代を中心とした選挙のの投票率の低下は大きな課題です。とりわけ20代の投票率は昨年2021年衆院選では36.5%にとどまり31年前の1990年衆院選57.8%から20ポイント以上低下するなど低落傾向が顕著となっています。 そこで当社では運営するニュース速報アプリ、ニュースダイジェストで、再生の投票に参加したユーザーが投票に行ったことがわかる写真をアプリで投票してアンケートに回答すると、全員外れなしで最大100万円相当のポイントを受け取れる、ニュースダイジェスト投票率上げ上げ選挙でポイ活祭の提供を開始しました。本企画 URL はこちらですね。そして、実施期間6月23日から7月10日。 参加方法ですけども、ニュースダイジェストアプリ無料をダウンロード。参院選の投票に行く。投票場前の写真か、投票済み証の写真を投稿し、アンケートに回答する。当席金額、参加者全員に必ず抽選で五十円、百円、千円、五千円、一万円、十万円、百万円のいずれかに相当するポイントが当たります。ポイント交換は、二千二十二年七月三十一日より開始予定となっています。 あとずらずらずらと書いてありますね以上ですいかがでしたでしょうか参院選の投票率を上げるための方法として今回の方法は面白いと思いましたただポイントがもらえるということがどれだけ投票に行くというハードルを下げるか分かりません個人的には投票をインターネットでできるようにした方が簡単に投票率が上がるように思いますか 問題は本人確認をいかに効率よく確実に行うかでしょう。何年後か、何十年後かは分かりませんけど、多分将来インターネットから投票ができるようになるのではないでしょうか。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。